1909年のマイヤー・フランク・ニコラス・マイヤーは、オランダ生まれでアメリカ農務省に雇われてアジアの植物を収集したプラントハンターである。1875年にアムステルダムに生まれた。この時点では、フランス・ニコラス・マイヤーという名前だった。子供の頃からアムステルダム植物園に入り浸り、当時植物園の園長だった。 植物学者の融合ドフリースの目に留まり、14歳の時、アムステルダム植物園で庭師見習いとなった。ドフリースはマイヤーに目をかけ、フランス語、英語の学習や科学の習得の手助けをし、マイヤーを科学者への道に導いた。マイヤーは、兵器期間を除く8年間をアムステルダム植物園で過ごし、実験庭園を管理する庭市長まで昇進した。 マイヤーは離職後、外国の風景や植物に触れる目的で、旅費を幼稚園で稼ぎながら、南欧を巡る徒歩旅行に出る。旅行中、スペインのオレンジ園に強い興味を惹かれた。旅の一環として、イギリスに渡ったマイヤーは、しばらく、ロンドンの幼稚園で過ごした後に、1901年にアメリカ合衆国に渡り、改名して、フランク・ニコラス・マイヤーとなった。 ドフリースの紹介場でワシントン DC にあるアメリカ農務省の温室に職を得ることができたが長いはせず4年の間にカリフォルニアを抜けてメキシコに植物採集を行った後キューバにも足を向けた農務省でのマイヤーはデビッド・フェアチャイルドチャールズ・スプレーグ・サージェントの2人の地域を得る旅好きのマイヤーはこの2人から1905年に 農務省の中国の植物を集めるプロジェクトのメンバーに選ばれた。最初の調査旅行は1905年から1908年の期間、上海から中国に入り、湖北省と満州を巡り帰国した。調査中、イチョウや白心など、数多くの植物標本がアメリカに送られている。その後も1909年から1911年、 1912年から1915年、1916年から1918年と、延べ14年間にかけ、モンゴル、朝鮮、チベットなど、中国全域にわたる探検を行い、2500種の有用植物をアメリカ合衆国に送った。1918年、偽証と啓ーの調査中に、長江で奇仙から落ちて死亡した。植物と共に、 中国の風景の1000枚余りの写真を残した。柑橘類のマイヤーレモンに名前が残されている。アメリカ農務省は彼の貢献を記念してフランク・エヌ・マイヤー賞を設けた。カイ・エヌ・マイヤーは植物の学名で命名者を示す場合にフランク・ニコラス・マイヤーを示すのに使われる。ありがとうございます。